去年県内で起きた刑法犯の認知件数は15,612件で、前の年より1,343件増え、21年ぶりに増加に転じたことが分かりました。県警によりますと、去年1年間に県内で起きた刑法犯の認知件数は15,612件で、前の年に比べて1,343件増えました。 刑法犯の認知件数が前の年を上回るのは2002年以来21年ぶりです増加した認知件数のうちおよそ8割が窃盗犯を占め自転車などの乗り物等や万引きなどが増加したということですまた刑法犯の検挙件数は7454件と前の年と比べ358件増えました刑法犯罪の件数の増加について県警は 新型コロナが5類に移行し人の動きが増えたことが背景にあると分析しています。